まだ終わらん。なんだなんだ。戦艦を捨てて出てきたわ。こうなったらお前らもこの星も全員道連れにしてやる。 ビリジアンの企みは阻止され、セブンティアの人々は救われた。その後、ビリジアンの企ては人々の知るところとなり、スペシアは監視任務に復帰、セブンティアは落ち着きを取り戻した。セプトニウムエネルギーを目的に開発されてきたバクセイセブンティアは今後の舵取りに頭を悩ますことになった。ニーナとブラウン隊長も無事解放されたし、セラムやフアンはまたどさくさに紛れて
自分の居場所に戻ったみたいだ。ほんとよくやるぜ。ティニーはあの才能が認められてエンジニアになることに決めたんだってさ。もっともガチガチのスペシアの監視付きだけどな。この後も俺とマーガレットの活躍は続くけど、それはまた別の話。じゃあまたどこかで会おうぜ。よっしゃー。購入しましょうか。買った装備は出撃前にちゃんと装備してくださいね。